はい、どうも岩田キラです、今回の動画ですね、こちらのね、このカニの、ホワイトミストをですね、買ってみました。はい、でね、もうすでにね、実際ねつけているのが、まあ、こちらのね映像になっております。はい、でまずね、こちらをね、まあ、購入した理由についてはですね、先日ねコラボさせていただいたもっくんがですね、こちらのねホワイトミストを使っていて、で私もね、まあ、気になってたわけなんですよね。はい、でまあ私はあまりねこう効果がね強すぎるものは、まあ、望んでなかったので、今回ねこのナンバーワンとナンバースリーとファイブがあるのかな。はい、3段階ね、まあ、あるものの、私はねナンバーワンというものをね選びました。はい、でまあもうこれはね試しに買ってみましたので、まあ、どれぐらいね、まあ、効果があるのかといったところと、あと、ブラックプロミストとね、どんな違いがあるのかなといったところに、まあ、興味がねありまして、今ね試しております。はい、まあちょっとね後ほど、どういうものなのかというものはね、お見せねしますけど、まあ今ねもうつけちゃってますので、ここでねちょっと確認していきたいなというふうに思います。はい、まあ、まずねこのミスト系のフィルターっていうのはやっぱりね光を当てると効果がね、まあ、より分かりやすくなると思いますので、ちょっとねここにあるライトつけてみると、あーこんな感じか。はい、なんかブラックプロミストよりもまあこのソフト感の強さの問題かもしれないけど、こうね柔らかくほわっとした感じですね。はい、であとまあツイッターとかのねまあコメントを見ていると、コントラストが、まあ、ちょっとこうまあ下がるというか、はい、まあ、そんなまあイメージのところもあるみたいなので、ちょっとねその辺を見ていきたいんですけど、あと、このね、カニのフィルターがですね結構そのねフレア耐性、はい、まあ、そういったところもあるみたいなんで、これねすごいね、うん、いやすごいと思う。これあこの辺ちょっと出るかな、ねこの辺か、この辺で多少、フレアゴースト的なものがある感じはあるんですけど、でもねほとんど出てないね。そうだね、この辺がちょっと今出てるか。はい、私のね、この後ろら辺が出てますけど、うん、なんかね、ほぼほぼ気になる感じはないですね。すごいな。はい、ということで、ちょっとね、ブラックプロミストにね、ちょっと付け替えてみたいと思います。はい。で、まあ、ブラックプロミストは、ティフェンのね、ブラックプロミストの4分の1のものを私はね、ずっと、まあ、使ってきたんですけど、ちょっとね、それに変えてみたいと思います。はい、こちらがですね、今、何もね、つけてない状態になります。はい。まあ、それもちょっと見ておこうか。これでいくと、まあ、そんなにね、ほわっとした感じは、まあ、さっきよりもね、まあ、出てないと思いますし、あと、フレアゴースト的なものも、まあ、全然ね、素の状態なんで出てないですよね。まあ、これがね、まあ、ニコンのレンズの、まあ、特徴でもありますよね。はい、こちらがですね、ティフェンのブラックプロミスト4分の1のものをつけた状態になります。いかがでしょうか。まあ、普段ね、私はね、これを使って、撮影ね、行ってはいるんですけど、これのね、目的っていうのは、まあ、多少なりともね、シネマティック感を出したいというところと、まあ、少しね、こう、柔らかいね、表現をしたいというところで、まあ、ずっとね、使ってきたんですけど、どうかな？違いありますかね？まあ、これはちょっと見比べてみないと何とも言えないんですけど、で、あと気になるのが先ほどのね、このライトの、フリアゴーストの、ね、耐性ですよね。まず、こっちの方が、強くソフト感がね、出てる感じはありますね。はい。で、あと、フレアゴースト的なものも、あ、ここら辺ね。あ、はいはい。今、私のこの肩ら辺が出てますけど、どうかな？あ、ここね。まあ、
そんなに差はなさそうですね。ちょっと、ティフェンのブラックプロミストの方が、このね、プレイヤーゴーストの感じがある気はするんですけど、まあその、ソフト効果がね、こっちの方が高い気がするので、まあ、その辺の、ね、差があるんじゃないかなというふうに思いますね。はあ、まあそこまで大きくね、まあ、差はない感じはしますね。あとは今ね、この室内で撮っているので、まあ、これぐらいの、ね、効果しか、まあ、見えないですけど、これやっぱりね、外で、昼間のシーンでね撮ってみるとまたね違いがあるんじゃないかなと思いますね。今日はちょっとねそれ調べることができないんですけど、どんなね違いがあるのか、見ていきたいと思いますけど、まずね、ホワイトミストに関しては、まあ、単純にね、このね粒々が白なわけなんですよ。はい、まあもう名前の通りにはなるんですけどね。ちょっとこの辺表現できるかな。はい、こちらがね、ブラックプロミストになります。この辺だったらわかるかな。はい、まあ一応ねこの黒い粒々があるのがブラックプロミストになるので、はい、まあ、この違いかな。はい、で、カニのね、ホワイトミストがこちら。なんかねこっちの方が透明感がある感じがあるし、あ、この辺ねほら、このね、白い粒々があるのがわかるかと思います。うん、この辺ね。はい、まあこれがホワイトミストで、ブラックプロミスト、まあブラックの方がわかりにくいかな。うん、はい、であとはですね、あの軽さを考えると、あのカニの方が圧倒的に軽いですね。うん、全然違う、重さが全然違う。で厚みの部分も、私のね右手の方がティフェンで、まあ、このカニとティフェンが分かるでしょうか。はい、まあ、こんな感じですね。うん、まあ、カニの方が薄くて軽い、でティフェンの方がまあ分厚くて、ちょっと重い感じですね。まあこの辺の違いも大きいですね。ほんと軽い。これいいね。でしかもティフェンのねブラックプロミストについては、私いくらで買ったかな、ニューヨークのね B&H で、まあ、あの輸入して買ったんですけど、おそらくね、3万円弱ぐらいで買ったかと思うんですけど、まあちょっと今、円安のね、影響もあるかと思うんですが、多分これ Amazon で買うと、多分3万円以上するんじゃないかな。はい。まあそれぐらい高いんですけど、こっちのね、カニのフィルターについては、まあ約ね、1万円ぐらいで買えますので、まあその辺も、まあ、だいぶね、お買い得ですよね。で、まあ、効果の方も、まあ、そこまで差もないですし、あとは、まあ、やっぱり、その、外でのね、撮影で使ってみると、まあ、変わってくるかとは思うんですけど、まあ、そのあたりね、また、違いなどを見ていきながら、また、感想の方もね、お伝えしたいなと思っています。はい。まあ、今回はね、まあ、軽く、このね、カニの、ホワイトミストを買ってみたというところで、いや、でもね、いいね。うん。いや軽いしいいなこれ本当に。でこれをつけてみると、はい、これホワイトミストがこんな感じで、ブラックプロミスト、違いわからん。うん、そんなにわかんないですね。うん、やっぱね私はある方が好きですね。あ、いいな、やっぱホワイトミストいいね。ブラックプロミスト、うん、まあこれはこれでいいんですけどね、このボケ方がどうかな。あ、なんかでもねこっちの方が、ホワイトの方がボケ感綺麗かもしれない。
まあどっちにしてもね、ちょっとしばらくね、様子を見て、試していきたいなと思います。はい、まあどちらにしてもね、価格も安いですし、軽量ですし、はい、まあなんかね、透明感もなんかすごく、まあある印象なので、うん、この辺もね、いいね。黒い点々って感じがね、あんまりブラックプロミストも、まあ、しないんですけど、粒々の量は、ホワイトミストの方が少ないかな。うん、まあなのでね、先ほどのね、まあ、効果の違いがそこにあるんじゃないかなと思いますね。まあでもちょうどいいかもしれない。まあさりげない感じがね、私は好きなので、ちょっとしばらくね、これを使ってみようと思います。はい、ということでね、まあ、軽くレポート的な動画にはなりましたけど、まあ参考になったかどうかわからないんですけど、いやでもこれね、1万円ちょっとね、まあ、買えるっていうところはまあ大きいかな、やっぱり。うん、はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。